はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、特にイーサリアムに関して非常にポジティブなニュースが出てきてますので、皆さんにいくつかご紹介をしていきたいと思います。えー、早速ですね、もうニュース言っちゃいたいと思うんですが、こちら、まず見ていただきたいんですが、えー、皆さんももうす,もうすでにご存知かもしれませんが、コインベースがですね、えー、USDC、まあ、彼らが発行している、まあ、ステーブルコインなんですけれども、これを、まあ、 預け入れして、保管して、ステーキングしてくれれば4、4%のですね、APY をしっかり、利回りですね、しっかりと提供するようにしますよということが発表されていました。で、これ4%ってものすごい金額というか、その利率ですよね。今のマーケット、特に日本なんかそうですけれども、これアメリカでも貯金して、預金して4%の金利っていうのは、なかなかないというか、まあ、まずないんですよね。 アメリカの今、高金利の預け入れという意味では、大体ですね、1%、0.8%から1%ぐらいっていうのが、結構、廃利回り、高利回りな商品となっているというわけなんですけれども、これの約4倍から5倍というところなんで、今後ですね、もしかすると、銀行からお金を抜いて、 コインベースにお金を預けて USDC に変えてじゃあそこに置いておくことでこの4%の金利,金利もらえるんであればじゃあもうキャッシュでドルで持ってる必要ないよねっていうのが、まあ、結構やっぱなる一部の方特に若い人たちはこういうふうにやっぱなっていくと思うんですよね。でこれ4%が高いかどうかっていうのは、まあ、どういう、えーまあ、金融リテラシーっていう のが楽しいか分かんないかかなんですけれども、まあ、どういう投資をしていたりとか、まあ、投資をしていてもどういうプラットフォームを使っているかによって大きく違ってくるとは思うんですが、このやっぱり4%っていう金利に対して従来型の金融機関しか、金融サービスしか使ったことない人にとってはものすごい金利なわけなんですよね。やっぱそう考えるとあ少しトライしてみようかなっていう風になると思いますし、まあ、あとはいろんなプラットフォームを使っている方がいる中で、まあ、じゃあ 主にコインベースで取引をしているので、じゃあこれ4%高金利つくんであれば、じゃあもうここに全部寄せちゃおうかなという人も今後出てくると思います。で、なぜコインベースがこの4%の利回りをですね、払ってまで資金を集めようとしているかっていうのが、まあ、今回非常に重要なポイントなんですけれども、もう一つ別のニュースを見ていただきたいんですが、こちらですね。コインベースが今後はですね、DeFi NFT やを、 優先的に取り組んでいく課題ととしししててて考えまますという発表を先日してましたでこれどういうことかっていうと今までであれば取引をカスタマーにしてもらってそれの取引手数料とかっていうものが主な収入源だったと思うんですけれども今後はですね現在本当にもうすごいペースで拡大をしていっているこの DeFi のスペースにコインベースが参入してそこでいろいろとしっかりともう一つ 収益の柱ですね立てていこうというううこことだとだ思うんですがこういったところに資金をですね、どん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 流してもらうために、まずはその種となる資金をカスタマーにデポジトしてもらうと。まあ、こういったことが今のまあ戦略として行っていく中での、まあ、そのベースの初めの今、基盤づくりというところをやっているのかなと思っています。で DeFi やられてる方からすると、まあ、4%の金利ってめちゃ低くないみたいに思う方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そういう方はもうですねすでに上級者なであので、まあ、こういったところに対してじゃあお金入れようかなみたいにはならないかもしれませんがやっぱりまだまだ仮想通貨取引したことがない方ですとかまたやっぱり DeFi のプラットフォームちょっと分かりづらいなとか怖いなってやっぱりいると思うんですよねそういう方が。ででででコインベース上でできるのであれば じゃあ、それならやってみようかなっていう方も、おそらくたくさんいるんではないかなと思っています。なので、やっぱり今後、このコインベースがですね、上場して、知名度も上がって、今、確か5400万人ぐらい、コインベースのアカウントって開かれてるんですよね。で、そう考えると、本当にものすごいたくさんの人の資金が、この、コインベース、まあ、コインベースのその DeFi って 4D かどうかっていうのは、問題また別に置いといて、えー、資金が入ってくる。 そう考えると、やっぱりこの DeFi の、何、えー、て言うんですか、あの、まあ、需要っていうのがさらにどん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 高まって、か,かつコインベースの資金も、まあ、どんどん、資金っていうかその収益ですね、もうどん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 上がっていくし、かで、かつ、やっぱり DeFi、彼ら使っていく中で、イーサリアムがベースになっていくと思うんですよね。で、この USDC に関してはイーサリアムベースのステーブルコインになってますので、 イーサリアムが使われるとでそうなってくるとこれイーサリアム持ってる方にとっては本当に両方でイーサの需要がどん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 上がっていく可能性があるというのが、まあ、可能性として考えられるんじゃないかなと思ってますでやっぱり今年中にどれだけ大きくなるかというよりもやっぱり今年中に本当にたくさんの資金を集めてで少しでもやっぱり DeFi とか NFT に関して慣れてもらうで 今年の後半から来年以降ですねそういったところで本格的にサービスの拡大をどん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 行っていくっていうようなフェーズに入っていくんじゃないかなと思っていますまだですね具体的なプランとかっていうのは出てきてはないんですけれどもまあもう既にステーキングのサービスとかっていうのもあると思いますしそういったところで慣れてやってきた人たちが今後コインベースの方に来る可能性も十分にあるのでこのコインベースの可能性っていうものが 本当にちょっと計りすれなく今後はなってくるんじゃないかなと思っています。で株やってる方はですね結構このコインの、えーまあ、コインというかそのティッカーシンボルコインですけれどもえっ、ー、と何でしたっけえっ、ー、とアークかアークも買ってますし僕もですねここ最近大きく下げたタイミングで、えー、少し買ってみました。でちょっとずつ積み増し,していこうかなと思ってはいるんですけれども、まあ、ここのタイミングで、まあ、結構いいニュース出てきてはいるので、まあ、今回 雇用統計とかもありますけれども、そういったタイミングでもし下がれば、え結構ガツンと入れて、えー、長期で持ってみたいなというふうには思っています。で、これがですね、コインベースだけではなくて、クラケン皆さんご存知でしょうか。ここもですね、取引所なんですけれども、彼らも今までは入金するのに、まあ、手数料を取ってたんですね。で、まあ、今後はもう手数料を取りません。で 代わりにじゃあたくさんデポジットしてくださいねっていうようなまあ仕組みに今後していきたいと思ってるらしいんですが、で、なぜ彼らがこれをやるかっていうと、同じく DeFi になっています。まあ、この記事の中に書いてはあるんですけれども、記事というか、これ彼らのブログですね。で、なのでやっぱりその今、既存の取引所がもう取引手数料だけではなくて、どん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  DeFi のスペースに今後は足を踏み入れていって、もうそこが新たな大きな資金源の一つとなるように なってくると、まあ、これがトレンドに大きくなってくると思うので今後ですねもう今年来年再来年の DeFi の市場規模の拡大っていうところが本当に注目されると思いますしそうなるに伴ってよりですねイーサの活躍っていうのが見れるんじゃないかなと思っています。で今回このコインベースのニュース発表あったタイミングで やっぱり今な、なぜ今なのかっていうふうに考えてみると、まあ、今後ですね、えー、ロンドンのアップデートっていうのもありますし、またやっぱ来年ですね、ESA2.0 ーーに切り替わることによって、まあ、本当にやっぱ DeFi っていうものがより円滑に行われるようなアップデートに今後なってくると思うんですよね。なので、やっぱり今、その基盤を作るために、こういった取り組みっていうのをクラーケンもそうですし、えー、コインベースも今しっかりやってるんじゃないかなと思います。でやっぱり今 コインベースの方から NFT っていうのが名前出て、ま、名前でかあの出てましたけれども、こちら見ていただくと面白いんですけれども、ツイッターがですね、ついに NFT のスペースに対して、えまあ、商品って言っていいのかわかんないんですけど、NFT をですね、オークションにかけ始めたということがツイッターに出てました。で、まあこれをツイッター上でも今後やるのかなとかちょっと考えたりもしてはいるんですけれども、まあそれは正直わかりませんと。 ただし、やっぱりこの NFT に対して、どん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 本当著名な方ですとか、著名じゃない方までたくさん出展して、もうバイナンスとかではオークションも始まっていますよね。なので、こういったところがさらに進んでいくことで、イーサリアムの価値というものがどんどん上がっていく可能性も本当にあると思いますし、やっぱもう始まって、やっと始まったっていう感じだと思います。あの もう結構やっぱ高くなっているよねっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが今後本当にこの仮想通貨の金融が拡大していって既存の金融システムをまあ飲み込む可能性があるもしくは大きな割合をガツッと取っていくっていうことになっていくと思いますので今後もですねこういった仮想通貨そしてまあイーサリアムですね関連ニュース皆さんにお届けをしていきたいと思っています。 もしですね、こういったニュースでご興味ある方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録や、あとは応援してもいいよ、このチャンネル応援してるよっていう方はですね、ベルボタンを押していただけると、心から励みになりますので、よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 Think of you. I want you come.